お腹すきましたね。え？お腹がすきました。お腹すきました。どうする、はい、でもなんかこの後もそうなんだよね。予定あるんでしょ。そうそう、あれ食べたい。あれサブウェイ普通に言え。サブウェイ見た時、サブウェイ、うん、初めてサブウェイ見た時なんて都会なんだと思ったの。私表参道の駅から階段上がってきて、ああそこのサブウェイ、そう事務所があそこのところにあったから。ああ先輩バイトしてたよ。もう最初入った時さ、先輩バイトしてたっていう情報いらないな最初入った時さ、もうさ、そっかサブウェイありきの人生だもんね。いらなかった、ね、いらなかった、いらない、話進めさせてよ。サブウェイありきの人生だから、あの感動わかんないだろうけどさ、うん、何、地下鉄からサブウェイからサブウェイ見た時にってこと。そうそう、別に地下鉄がサブウェイだっていう英語だってことも知らなかったけど、うんうん、そう入った時に、え、何パンの種類を、あ、選べるから、ね、選ぶの、まね、どういうことみたいな、うん、あれちょっと感動したね。感動と同時に、もう写真のでいいからくれって思ったね。どういうこと？だからもうさ、わかんないじゃん。こっちの田舎もんからしたらさ、なんかパンはセサミがどうのとかさ、なんとかがどうのって 4、5種類あるじゃん。あったね。でもそれを選ぶっていうことも、うん、わかんないから、うん、え、これなんですか、これなんですかっていう時間もさ、申し訳ないからさ、うんうんうん、もうとりあえず最初はもうおすすめでみたいな。プレーンね。そう。で、あ、でもこのこれに、これだったらこのパンがおすすめですとか言ってくれるから、うんうんうん、あ、じゃあもうそれでとか、焼きますか、焼きませんかとかさ、すごいね、熱量が、サブウェイの熱量。いや、感動と同時に困惑。そう、思い出した。16歳、15歳ぐらいの時、なんか初心に今、ブワッて戻された感じ。マヨネーズ入れるか入れないか、入れないか、多めなのかとかね。そう、あの玉ねぎ入れるのかとかね、ピクルス入れるのか、そう、そう、全部、全部、そうなのよ。感動だよね、サブウェイだけど。どこにあるの？この近辺で。この近辺わかんない。自由が丘にあることわかってるけど、サブウェイ調べて。大森駅、北口、三能店、どれがいい？おすすめ、はい、どれがいいですか？蒲田店、蒲田店が安心なんじゃないの？うん、心温まるんじゃないの？温まんないよ。あ、なんかオンラインで注文とかっていうのもあるよ。大森駅が今近いからさ。じゃあ大森駅行こう。これをナビを開始。あ、いらない？あ、いらないでしょ。いるよ。社内飯になるよ。なんかもうそんなの嫌だよっていう。いや、いい、サブウェイに関してはいい。いいの、うん、あれそんなゆっくり食べるもんじゃないから。左、左、間違えたってこと言うのかな、本当に大阪の人。品川すごい、ね、すごい立体品川じゃん。こんなに主張する品川ある？立体品川。写真撮っとくね。写真撮っとこうよ。はい、うん、やだねやだねっていうのは、ね、失礼やろ。なんかすごいね、立体品川、もう全方向からともちゃんと行ってみたいんだけど。あ、いいね、うん、日帰りで行くか。え、その時子供はどうしてるんですか？その恵子さんにお願いする。恵子さんにお願いするか。あ、 YouTube で、 YouTube で、ね、日帰り弾丸韓国ツアー、うん、韓国ツアー、うん、福岡も行かないといけない一緒にじゃあ中澤さんとサニーに行く？行く？行ってくれるか？ケメコも連れて謎の。大変だな俺が本当だね。私は別にいいけど。使うわ。信号左ね。でも安田さんと3人でどっか行ってみたいね本当？後ろに乗せて
ケンちゃんがただただなんで後ろなんだよ俺が後ろだろなんか後ろからこう前のめりで話してるの似合うじゃんね。似合う、左前で似合うよ。目力すごいからね。暗闇からもケメコパワー出てくるよ多分ちょっと3人で本当どっかへ全然あの、うん、行ってくれるとは思うんだけど。行ってくれる？行ってくれると思うよ。本当？うん。え、何それって言いながら行ってくれると思う。豊島園とか行ってみる。豊島園もうないから。あ、ないの？すごいんだよなんかあれは花屋敷とか行ってみる。渋めの遊園地行きたいじゃん。ケメちゃんとはなんか、安田圭さんと花屋敷行くんで。こうまっすぐ行ったら左側にあるはず。あ、そう。うん。ちょっとどっか止めないと。あ、これじゃん。え、あった？あ、これの上だ。うわ、なんかハワイみたいな場所にあんじゃん。なんかあの位置ハワイとか海外っぽいね。まっすぐ行くのか左に行くのかどっちだと思う？駐車場左。枠あるじゃん。あ、本当だ。開いてるか。開いてる。開いてる。おお。イエス。やめな。イエス。オーマイガー。ね。念願のサブウェイ。はい。急遽決まった。なんかこの間最後に食べた時は、うん、なんだっけ、タコスみたいな辛いやつあったの、うん、辛いのが食べたい。あ、そう、うん、あればいいけど。あー、お腹すいた。もう買って車の中でサクサクと食べて。肉まんもあるよ。いや、サブウェイで。でさ、サブウェイってさ、意外にさ、ヘルシーなんだよね。ね。ってことに。そうなんだよね。そう。熱い。あ、いい。なんかここだけすごい海外みたい。なにこれ。海外みたいな、テンション上がるよ。うん、なんかアメリカかぶれみたいな。憧れがすごいから。わあ、美味しそう。ケバブ風もあるよ。うわ、どうしよう。こっちからか。え、どうしよう。照り焼きチキン、サラダチキン。え、何にする？あ、メキシカンミートタコスにしようかな。でもケバブ風も美味しそうだよね。どれにする？これちょっと辛いじゃん。どれにする？どうしようかな。ケバブ風もうまそう。美味しそうだよね。チキンマヨだって。メキシカンミートタコス。よいしょ。ああ。ああ。買いましたね。買いましたね。はい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 。嬉しいな。何？情けないと思ってうちら。あんなに選べるって言って行かないに行ったのにね。全部お兄さんの言いなり。パンは、じゃあそれにします。ウィートがおすすめ。2番目から追加トッピングはいかがだったか。アボカドはい。パンは温めますか。はい。これ何？これチリコンカンって何？チリコンカンって、この豆とかのやつ。ああ、なるほどね、うん、じゃあケバブ風チキンマヨ。
きなパンの種類はいかがですか。パンの種類はおすすめ。おすすめなんですか。おすすめはこちらホワイトになってる。ホワイトだって。ホワイトで、ホワイトで。これは追加トッピングはいかがなさいますか。追加トッピング、こちらもアボカド結構美味しいだと思います。アボカドおすすめだって。じゃあアボカドで。確かに。こちらが急速なのでパンと中身は温めない方がおすすめです。温めない方がいいって。あ、はい、じゃあそれで。始まりました。ねえ、じゃあそれで。いや、いいんだよ。おすすめを言ってくれて、一番美味しい状況で食べれるっていうのは嬉しいんだけど。知ってるやつだからね。そうそうそう。今のやつね。メキシカンミートタコスね。はい。ちょっと辛いやつ。俺はだから、あの、迷ってたからさ、どっちにしようって。うん。だから、その迷ってた逆の方を。ああ、何？もしかしたら食べたかったらみたいな。そう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 。そういうところあるよね。そういうとこあるんだよ。何？優しいアピール。これでもう食べちゃうの？もう食べちゃおう。ね、移動しながらは無理だもんね。無理だから、うん。ああ、ちょっとだからね、頼みながらね、もう本当、わあ、なんかな。いやもうだから久しぶりだからさ。私も。もうね、自分の型がないじゃん。ない。このパンが好きだとか、ちょっとでもじゃあごまと迷ったの。美味しい。早速しなくて。ごまと迷ったんだよ。ごまと迷った。パンのね。種類ね、うん。そうなんだけど、まあ、お兄さんがウィートがおすすめって言うから、あ、うん、じゃあ一回まずこれも初めてだから、一回おすすめ食べてみようと思って。あったかくしてくれてんの？私は焼いたよ。なんか焼かない方がいいって言ってたね。そっちはね。焼いて欲しかったんだけど。いいねよ。あ、でもちょっと焼いてほしいですねってさ。うーわうわすごいね。サブウェイしてるね。ほら、うわ、ちょっと中身パコって見せてあげよう。ほらほら、うわうわ、すごいね。ほら、それがこっちはなんかこうひき肉みたいな感じ。あ、こっちなんだっけ、ミートだから、うん、ミートタコスだから。チキン、マヨネーズ。美味しそう。いただきます。どうぞどうぞ。うわ、おいしい。おいしい。本当の美味しいじゃん。うん、美味しい。って都会のサンドイッチだ。さっきからいなかったもんね。さっきから卵サンドとかツナサンドとかしか出会ったことなかった、今まで。はあ、こんなに野菜が入ってるサンドイッチがあったなんてって感じだよ。ちょっとマヨネーズに罪悪感を感じながら。うん、うん、ソースがめっちゃ美味しい。うん、いただきます。うん、うん、うん、あ、うまい。おいしいね。うん、うん、交換、うん、ちょっと待って、もうちょっとチキンにちょっとあたどり着いてない。うん、あ、トマト出ちゃう。あ、たどり着いた。うん、あ、うまい。こっちもおいしい、ピリ辛。いただきます。うん、うん、あー、こっちの方が爽やか。あ、そう、うん、あ、こっちの方がパンチ力あんだ。うん、うん、うん、あ、うん、あ、メキシカンだね。うん、ちょっと辛くてね。うん、いい感じ。ハラペーニ欲しいもんね。うん、美味しいね、久々に。美味しい。サブウェイ近所に来ないかな。うん、うまっ。美味しい。
車内で食べるなんかやだよって言ったじゃん。だってもう今日はほんま時間もないしっていうところで。サブウェイだからってこと？うん。これはあとちょっと韓国ドラマ、うん、サブウェイ食べがちっていうのある。あ、そうなの？うん。それでもちょっと食べたくない。最近のあこのアボカドディップがいいね。美味しいね。こっちもアボカド入ってるね。うん。安いね今考えたら。うん。簡単な客だったなと思ってさ。うん、じゃあそれで。ね、じゃあそれで。楽な接客させてしまったなっていうね。ね、いいお兄さんだった。うん、もう一本食べれるもんね。うん。うまそうな佇まいだったもんね、店員さんがね。うん。うん。なんか信頼できるような、うん、外国の方にね、うんうん。優しかった。親切な人だった。うん、うまい。おいしいじゃん、よかった、ハブエにしてね、うん、正解、うん、超うまい、ありがとう、サブウェイを出してくれて、うん、うん、あサブウェイクロスか、ちょっと緊張すんな。なんでね、初めてだからいつも何でも初めてでしょ。緊張しないの、うん、もうそんな風になっちゃった。どういうこと、クロス食いって緊張してやるもんじゃないから。緊張しちゃってる。早くついちゃったじゃん。うまいよ、うまい、うん、おいしい、おいしい、サブウェイクロスはうまいな、うん、ポテトも買えばよかったな。いや、ポテトはいいわ、やりすぎ、うん、あこのさ、ハンバーガーとかさ、うん、このサブウェイもそうだけどさ、この包み紙でこっちこの好きなんだよ、ワイルドじゃない。え、それでって頭の中中学生じゃない。めっちゃワイルドじゃないけど。くだらない。最高だね。ついてるよ。わあ、ワイルドだぜ。ワイルドだろ。口についた汚れをサブウェイの紙で包み書きで拭くんだぜ。何言ってんの、包み書き。サブウェイ食べた後、口についた汚れを包み紙で拭くんだぜ。うん、ワイルドだろ。本当に。食後のブーだよ。あ、美味しかった。また行こう。いや、最高、うん。まだ子供たちデビューしてないじゃない、サブウェイ。サラちゃん好きだろうね。好きだろうね。うん、サブウェイ、サブウェイとかって言いそうや。言いそう。明日連れてってやるか。え？夜ご飯もこれでいいもんな。うん、わかるよ。あー、美味しかった。最高。ああ。握手しとこう。とりあえず。ありがとう。あの時サブウェイ思い出してくれて。本当にあれから歴史は変わったから。本当に。
もっと感謝してね。なんで、なんであの時こうサブウェイを思い出せたの？それがもうすごいと思うんだけど、なんで？車の中で、うん、違う、もうそういうスイッチとか普通に聞いてんだよ俺。何スイッチって？なんか車の中でとか、なんかちょっとスイッチ入れた感じの、本当に聞いてんだよ俺。なんで？すげえうざい。食べたいと思ったからだよ。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。